で、実際に私のカレンダーをここで紹介したいなっていう。実際どれぐらい時間をかけてましたか？なんかちょっと改善するとか、ちょっと頑張るだけで、合格しやすくなったり。どうもこんにちは、24卒就活生の国徳結衣です。今日初めての MC なんだよね。はい、めっちゃ緊張してます。ちょっとうまくできるかわかんないですけど、多めに見てあげてください、はい、皆さんお願いします。よろしくお願いします。ということで今日の企画は何でしょうか？はい、私が今食品業界を見てるんですけど、キーさんが大手食品メーカーに内定をもらったということで、キーさんにいろいろ聞いていこうと思います、早速ですがキーさん自己紹介をお願いします、はい、兄さん卒旬代理メンバーの大塚紀穂です。見ていた業界としてはメーカーとか、金融とかいろいろ見てて、最終的には第一志望の食品メーカー含め3社から内定をいただいて就活を終えたという形です。今サマーインターンが終わって何をしたらいいか分かんないなって思ってるんですけど、なんかキーさんは実際にサマーインターンとか秋冬インターンってどれくらい出してたんですか？私はサマーとかウィンターとか全部合わせると30社ぐらい出してたかなっていう印象で、人によるかもしれないんですけど、私は結構割といろんな業界に最初出して徐々に絞っていくっていう形でインターンを利用してます、だね。サマーはワンデー多めで、秋冬になるにつれて複数デイズのとか、そういう使い分けみたいなのもしてました。今サマーインターンが一段落ついて、これからどうやって就活を進めていけばいいのかとか、何をしたらいいかっていうのが分かんないんですけど、何をしていったらいいですか？私は大きく2つのことをやってて、1つがインターンとか、座談会とかに参加する、インターンとか多分まだ残ってるのあるよね、そういうの参加したり座談会に参加したり。で、2つ目が冬インターンに向けてエントリーシートを書きまくってたっていう時期になります、で、実際に私のカレンダーをちょっとここで紹介したいなっていうふうに思うんですけど、2021年の10月11月のカレンダー、皆さんも画面から見ていただければなっていうふうに思うんですけれども、結構こんな感じでめっちゃ埋まってて、やばい、ね、赤のところが就活みたいな感じで、サマーが終わったこの時期もいろいろやってたっていう時期ですね、私10月のスケジュールスカスカなんですよ。めっちゃ不安です。そんなめっちゃやってるってわけじゃないんだけど、どういうことをしてたのかっていうのをちょっと噛み砕いて説明できればなっていうふうに思います、はい、商社もあってメーカーもあって金融もあってみたいな、結構いろんな業界を受けてたんですけど、どういうふうにインターンエントリーするのを絞ってたかっていうと、合同説明会、なんかマイナビとかビジネスキャンパスとかそういうところが主催してるイベントに参加して、直感的にもいいなって思ったところを受けて、なんか全く論理的ではないけど直感で、なんかこの会社の社員さんいいなとか、この会社の授業いいなって思ったところにエントリーしてって、なんか結果的にそれぐらいでなんか良かったなって思ってます。自分が出してる ES がなんか多いのか少ないのかとか全然わかんないんですけど、キーさんはなんかどれぐらい何社ぐらい出してましたか？どれぐらい出したかっていうなんか数字であんまわからないんだけど、なんか自分のルールとして1日に1社はエントリーする、ES 書こうっていう風に決めてて、そこで1日1社分ずつぐらい換算されてたのと、もともと何社決めて出そうっていうよりかはスケジュール見て空いてるところで進めて書くみたいな。1日1社とかだったら結構出せますもんね。なんかとりあえず出してみるっていうのはいいと思います。今本当に食品業界ばっか見てるんですけど、今の段階で業界ってまだ絞らない方がいいですかね？絞ってもいいかなって私はすごく思ってて、だけど他の業界も受けてみる価値はあるなっていうふうに思ってて、それこそES とか面接 SPI とか、なんか場数を踏む場所として他の業界を活用するみたいな、それこそ食品1本とかだと倍率が高いと思うから、倍率そんな高くないところで経験積んだりすると、なんか面接とかもそうだけど、なんかどんどんスラスラ喋れるようになってくると思うから、絞ってもいいけど他の業界受けた方がいいかなっていうふうに思います。
やっぱ第一志望のところでぶつけ本番って怖いですよね。そうそうそう、うん、なんか今キーさんのスケジュールを見て、うん、なんか就活のスケジュールがいっぱい入ってるなって思ったんですけど、うん、実際どれぐらい時間をかけてましたか？全然覚えてなくて、正直なんか空いてる時間に適当に入れてたから、うん、年明けから就活始めても内定もらってる人もいるし、うん、この時間までやれば絶対内定するみたいなのはないってことは、まあ、前提に置いた上で、うん、まあ、私の考えを言うと、まあ、業界決まってない人とかだったらなんかとりあえずいろいろエントリーするって意味で、うん、まあ、1日 1ES 書いてみるとか、うん、1エントリーしてみるとか、で業界がまあ決まってる人、ゆいみたいに食品に行きたいって決まってる人だったら、その業界別のインターン締め切りカレンダーとかを元にスケジュール埋めていったり、まあ、ES 書いていくのが一番ペースに合ってるのかなっていうふうに思いますね、うん、なるほど。じゃあ時間をかければかけるほどいいっていうわけではないってことですね、うんうん、無理せずに、うん、自分のペースで就活を進めていけばいいってことですね。そう、さっきキーさんインターンとか座談会に結構参加してるって話してたと思うんですけど、うん、私はそういうのに参加して満足しちゃうんですけど、その参加する前にどういう準備してましたか？参加する前は会社から送られてくる資料とか動画があったら絶対見ておくっていうのは前提として、あとはそのさっき話してた合同説明会とかセミナーとかインターン応募するきっかけになった場のメモとかを眺めておいて、ざっくりどういう会社かっていうのは理解するようにしてましたね。実際にその当日はどういうことを意識してたとか、うん、メモとかにしてもらえたりしますか？私がその就活生の時に使ってたのがワンノートっていうアプリで、それにもう基本的に全部スライドの文字を写してたって感じなんですけど、あすごい、もう結構本当そのまま書いてるのですごい、いろいろ要約してたんですけど最初、うん、そのまま書いた方がその企業独特の言い回しとか言葉があるから、うん、志望動機とかに使えるなって思って、うん、そのまま書いた方がいいんだっていう結論に落ち着きました。なるほど。じゃあちなみにインターンとかの振り返りをした方がいいってよく聞くんですけど、うんうん、実際に何をしたらいいのかが分かんなくて困ってるんですけど、ね、うんうん、キーさんはどんなことしてましたか？私は結構直感で動く人間なので直感でいいなって思った会社の社員さんに話を聞きに行くとか、うん、大学の先輩見つけて話を聞きに行くみたいな社員訪問みたいなのをしてました、うん、インターンを経てもっと詳しく業務内容を聞いてみたいなとか思ったので、私は自分の気持ちに従ってお願いしてたって感じですかね、うん、その上でインターンとか座談会経てなんかあんま興味ないなって思ったところは、うん、もう結構スパッと切るようになって、何万って会社あるので、なんかそこは割とスパッと言ってました、うん、次は ES のことについて聞きたいんですけど、うん、ES の締め切り管理とか、うん、結構大変だなって思うんですけど、うん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 、どこの企業でこの ES 書いたっけみたいな、あ分かる分かる、分かんなくなることがあるんですけど、うん、キーさんどうやって管理してましたか？質問かぶったりするもんね。そうなんですよ。使い回したいってなった時は私は基本的に2つ使ってて管理するツールとして、うん、1つ目がさっき言ったワンノート、うん、もうひたすらワンノートに全部の記事を書いて、うん、ワンノートって同期できるから、うん、電車の中とかでちょっと修正したりしたのがパソコンとかで見れたりするのでおすすめです、うん、面接がまあカレンダー、 Google カレンダーとかタスクっていうのがあると思うので、まあ、それで通知が来るようになってるするから、それを見てあこれ今日まででやんないとやばいみたいな感じで結構やってましたね。 ES ってこの時期にブラッシュアップしたらいいみたいなことをよく聞くんですけど、うんうん、ブラッシュアップってどうやってしてましたか？めっちゃ行きたいって思う会社のインターンに関しては、うん、あの22卒の内定者の人とか、うん、再訪問で会った人とかに見てもらうようにしてた。あとはエンカレッジとか使ってたので、うん、そのメンターさんとかに見てもらうようにしてました。でその時にただ投げるだけじゃなくて何日に提出しないといけないので何日の何時までに見てくださいみたいなお願いすると、うん、まあ、いいっていうのを社会人の人に聞いて、うん、それを続けてます。何十社も ES 出したりしてたと思うんですけど、うん、なんでそこまで就活頑張れたのかなって思ったんですけど、うん、なんでですか？
これさっき考えてみたんだけど、はい、なんか4つぐらい要素あるかなと思ってて、うん、1つ目がなんかちょっと改善するとかちょっと頑張るだけで、うん、あの合格しやすくなったり、うん、まあ、インターンとかもなんか成果発揮できたりするなって思ったので、うん、まあ、その成果が見えやすいっていう点で嬉しかった、うん、で2つ目が、まあ、いろんな人との出会い、いろんな社員さんとか就活仲間もできたし、うん、なんかそういう新しい出会いがすごい嬉しかったかなっていうのと、うん、3つ目がこれは就活後半の方になって感じてきたことなんだけど、なんか自分の行きたい会社が見つかると本当にワクワクするから、うん、なんか自分の働くイメージを持って就活してるとモチベーションが自然と上がってきました。で、あと4つ目がなんか就活以外にサークルとか、うん、大学とかのくだらない遊びとか、なんかそういう楽しみもあったから、まあ、息抜きしながら頑張れたっていうところですかね。なるほど、まあ、人それぞれだと思うんですけど、私はこんな感じでした。自分の楽しみとか作って、うん、そうだね、はい、今話した一つ目のその成果が見えやすいってところに関しては、うん、私以外のみんなに当てはまるかなって割と思うところだと思うので、ちょっと頑張るだけでも全然違うので、うん、ちょっと頑張りたいです、うん、はい、今私は夏インターンが一段落ついて、うんうんうん、結構モチベーションが下がってたんですけど、うんうんうん、今日お話を聞いて、うん、これからの動き方とかも知ることができたし、うん、キーさんの就活に対する姿勢とかを見習ってもっと頑張りたいなって、モチベーション上がりました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ明日から早速できそうだなって思ったことある？やっぱキーさんの1日 1ES を見習って、うん、1日1社、うん、ちゃんと ES を書いてみようかなって思いました、うん、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。